こんにちは、あやです。じゃん、のりちゃんの愛車、あやが運転する。おすんよ。カーセキュリティといえば、カーコントロール。中古車販売、買取、カスタム、車検はレアレまで。実はですね、のりちゃんのこの車は助手席に乗ったことあって、あとは後ろに座らせて持ったことがあるかなぐらいで、うん、運転は実はほぼない。そうだよね。そう、ちょっと動かすとかはあったけど、ほぼないので、乗ってみたいなと思ってジャックしてみました。なんかわりかしいい感じに似合ってるよ。あ、本当？黄色似合う。黄色のイメージはないけど、うん、そう、似合うよ。すごい、のりちゃんの匂いがします。こないださ、うん、動画に出したあの青木さんの高校材が乗ったんです。はい、あ、なるほどね。めっちゃいい匂いしてるよ。いいですよね。めっちゃいい匂いしてます。結構低いね、目線が。そうだね、一応、うん、純正シートだと高さを調節できるシートなんやけど、こうやってね、はい、これはね、あのもう変えてあるからね。そうです、メタロなんで、あの変えれないやつなんですね。変えれないやつですね。でもなかなかホールド性がいい感じのやつですね。そう、一応ね、あのセミバケだけど、うん、なんで細身の人向けのシート、まあ、男の人だと肩幅が狭いかなって感じる、うん、確かにシートなんだよね。ここがね、そうそうそう、狭系だね。そう、だけ余計ホールド感じるのかもしれない。へー、いろいろあるんだよね、形がね。そうなんです。しかもこんだけさ、前にやると今シートベルトも押しちゃってるけど、うん、すごくシートベルトが取りづらいんだね。そうなんですよ。めっちゃ取りづらくなる。でもじゃあ CVT なんでね。面白い、シフトが。そうなの。え、なんかこういうんじゃなくて、こうやって握るの、これ。そうそう、なんかね、そのこの頃のフィットとかも一緒なんだよ。へえ、飛べロケット。言われてるよ、確かに。そんな感じするね。これってもともと青いの？これはね、変えてます。もともとは普通に CVT は棒なの、うん、え、見えてんの？そう、だからカバーをしてます。そうなんだ。中は青だね、イメージがね。そう、これね、たまたま、うん、まあ私が中をさ、青とかで好きでやっとる時やけど、うん、このブラックレーベルってやつは、うん、ほら、純正で、こっちも青だよね。そう、ここの中の青いのは、そう、それは、ノーマルモード走行時の青色なの。あ、からでもすごい、めっちゃ綺麗に発色するんだね。そう、右の走行モードボタン、これか。そうで、一番上を押してもらうとスポーツ赤い。赤い、ほんとだ。あ、でも周りだけが赤くなるんだ。そうそうそう、他のとこは青なんだけどね。え、変わり方すごい綺麗だね。綺麗なの。これが走行中に、うん、あのこういう感じにふわーって変わるんよ。へえ、エコは何もならないの？エコは、うん、あのノーマルの時もそうなんやけど、うん、エコな運転してる時に緑に変わる。あ、へえ、なるほどね、分かるようになるんだ。そうそう、走ってみたら分かります。で、イーコンの時だけその緑の頻度が高くなるよっていう、うん、なるほどね。勝手に切り替わりが押してくれるようになるんだ。でも夏はね、うん、エアコンがね、アイドリングストップの時に切れちゃうんで。なるほどね。ちょっと夏はイーコンはちょっとしんどいかもしれない。なるほど。これはもう10年以上前の車になるけど、うん、割と内装そんな古臭くなくない？なんかこう、逆になんか未来チックを想定して作られた感じの、うん、なんか今の時代でも割とこう違和感ない感じ、うん、うん、いいと思う。コックピットって感じの、うん、そうそう、しっかりした作りになってますね。これハンドルもすごいスポーティーだね。元から？元から、これはね。へえ、そうなんだ。じゃあ早速走らせてみますか。走らせてみましょう。はーい、わー、この道悪いからぴょんぴょんします。なかなか跳ねてますね。これ見て、緑になってる。はい、エコ運転中ですね。私今エコです、めちゃめちゃ。まあこの車はね、モーターだけで走ることはないから、そこの左にね、表示されたんやけど、バッテリーの残量と、うんうん、今はチャージしよるかアシストしよるかっていう。ああ、ほんとだ。まあ、なかなか跳ねますね、この車。いい感じですね。もうスポーティーですね。あやさん、あのパドルシフト対応する車やから、この車パドルシフトだけで止まれるんですよ。本当に？え、完全ストップまでいけんの？完全ストップは最後ブレーキペダル踏まなあかんけど、うん、めちゃくちゃ徐行レベルまで減速する、うん、マジで？うん、ちょっとやってみよう。なんかここの真ん中のメーターがすごく奥行き感がすごいな。そう、これがなんか、うん、その最新だった当時 3D メーター、うん、うんうん、なの。
今よく見たらねちょっとアナログな作り方しとるけど、まあね、なんかこうやって、うん、あれっていうところもあるけど、この間のりちゃんがレビューしたさ、うん、あの S クラスみたいじゃない？そう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 、まあ、S クラスがほんまに 3D メーターっぽいけど、いやでも元はこれを真似したってこと？うん、まあまあそういう技術そういうのもいいよねみたいな感じ、ね、なるほどね、うん、素晴らしいですね。でも車体自体がすごい軽いのかな、走ってて軽い感じが。ああそうやな、重たい感じではないかもけど、なんだろう、やっぱカメさんじゃない、ちょっと発信が。そうだね、スタートがちょっと、うん、パワー不足って感じ。これはね、マフラーのせいもあって。あ、そうなんだ。そう、本当は純正だともうちょい早いです。でも音的にはめちゃめちゃ心地いいですよ。あ、本当？めっちゃ減速する。お、結構しっかり減速するでしょ。する。なんか思ってるより手前で止まってしまいそうなぐらい。そうそうそうなのよ。逆になんか止まっちゃうっていう、あの錯覚するぐらいにゆっくりになるね。うん、でも最後止まらないんだよね。そう、止まんない。もう踏んだ時にちゃんと音が変わるのいいですね。私は結構高い、あの車高高めの車が好きじゃん。うん、なんかだいぶ埋もれてる感があります、ね、視界はねちょっと見にくいよな。左後ろとか全然見えんでしょ。まあ私が乗っとるけんそもそも見えんだろうけど。そうですね、ルームミラーはないものとしてる感じだけど、うん、でもこれミラーもさ、サイドミラーも無限のやつが今ついてるんだよね。ああ、そう、なんかね、眩しくないやつ。うんうん、シアリスを撮ると、本当にランクルとかアルファードが眩しすぎてやばいね。あ、このくらいの大きさでもそうなの。コペンもそれには悩まされるけど。あ、やっぱそうなんだ。そう、本当畳みたくなっちゃう感じ。そうそうそう、よく畳むんやけど。でもこれに変えたからだいぶそれがマシになった。あ、そうなんだ。うん、私もちょっと考えようかな。ちょっと一回スポーツ入れてみて。スポーツ、もうすごい、マフラー音が全然違う。これはね、マフラー音のバルブが開閉されたとかそういうんではなくて、うん、単純に回転数が上がっとるだけ。へぇなんちゃってスポーツなんだけどね。かわいいじゃん、面白いですね。あとは、うん、高回転引っ張る感じがスポーツモード、ね、あとステアリングが重くなります。あ、そうなんだ。今ずっとストレートだったから分からんよね。もうすごい止まっちゃう。あとスポーツモードにすると自分で上げなあかんくなる。ほんとだ、今全然1ですごい引っ張っちゃった。わあすごい面白いね。わあ止まった。これがね、これがちょっと恥ずかしいんだよね。信号待ちでめっちゃ静かだったのに急にさ、うわーってなる。これオフはできないの？そう、オフできない、ついてない。おっと、詰まっておりました。あ、そう、なるほどね。あ、また。なんかエンストしたみたいじゃない？しかもなんか、やっぱ車への負担をすごい心配しちゃうね。こんだけついて、止まってって繰り返すと。まあでもね、10年と10万キロもね、動いとるからね、元気に。すごいわ。いけるもんなんだよ。証明してるわ、俺は元気と。そうなのよ。なかなかスポーティーな車で、いいですね。のりちゃんっぽいね。でも乗りやすいでしょ。意外と乗りやすい。うん、なんか、いつもちょこちょこ動かすときは、低くて、うん、これ私は結構心配かもって思ってたけど、乗っちゃえばそんなでもなくって、乗り心地はいいです。うん。でもやっぱりあるあるの、後ろは本当に見づらいんだね。プリウスもそうだよな。そう、こういうガラスしとる窓ちっちゃめっていうか窓見えない系、こういうね。でもここでリアシート倒して寝ると空、うん、あ、ルームみたいになるってこと。そうそうそう、最高じゃない。それで一人でよく寝てました。いいね、うん、ドライブ行った後にね。でも一応これ4人乗れるんだよね。あ、乗員人数はね。そう、でも3も厳しい。3も厳しい。厳しい。実際足が入るスペース、私結構今前に出してるけどさ、シート、あの靴履いてもらうとしんどいかな。ああ、脱いで履けば超えて入れる。うん、うん、で私はいつも足上げちゃうな。これマニュアルも面白いからね、また機会があればね、乗れる時があると乗ってみたいけどね。うん、いやー、なかなか面白かったです。乗りやすかった、意外にも。